どうもこんばんは、ひろのぶです。さて今日は、あまり知ってる人が多くない、まあそう言っては失礼ですが、秦基博楽曲をギターで気ままにね、何曲も歌ってみようと思いますので、お時間の許す限り、まあミスタッチとかもね、音外したりとかもね、歌の方ね、結構全然しちゃうと思うんですが、まあ、一発撮りだっていうことで、いろいろと勘弁してやってください。まあ、それでは、まあ、昔の方のところからやっていきましょう。震えてこぼれそうな空を見上げてた。何かいいことないかなって願いかける時を待っていた。今夜なら叶う気がして。音悪い。キスの隙間にさえも冷たい風が降る夜でした。ギターがね、本当に下手なんですよ。もうベチーンって言ってね、音がねうまく弾けないんですね。こればっかりはご了承ください。さて、君は歩き出した。
せるんだよ。君のその胸の鼓動と僕の胸のざわめきが響いて響き合って同じように震え合ってまるで同じもののようにシンクロするよ。僕ら手を繋いで雨の中を駆け出すよ。デビュー曲のシンクロでした。まあこの曲もねものすっごい難しい曲ですね。単純にハイキーだっていうところでねまずそうなんですよね。きつい伸びた前髪をかき上げたその先に見えた緑がかった君の目に映り込んだ僕は素からいろんな言い訳で着飾って仕方ないと笑っていた。傷つくよりはまだその方がいいように思えて2曲目のね2曲目じゃないわセカンドシングルの
鱗でした。この曲もすごく、秦基博ファン人気、まあでも、なんていうのか、にわかみたいに思われちゃうよね。これが一番ですみたいなことを言ってると。いやー、でも本当にこの曲は、なんていうのか、会いたいというか、自分の好きな人に会いたいっていう気持ちが、まあ、すぐに表現されている、いい曲だなと思いますね。さて、ちょっとアルバムをね、一つぐらいやってみようかな。朝が来るのをただ待っている。ああ、大事なものは何か分かっているつもりなのに、不意に傷つけてしまうの。 My little lily 花が咲いている。ファーストアルバム、なんだっけ、ファーストアルバムって、ファーストアルバムでいいや、より、リリーでした。はい、この物憂げなね感じいいですね。ちょっとドロッとした感じのやつやってみましょうか。僕の中の闇は歪んだ口元に滲んでしまっている。焦げ付いたような匂いで仮面の裏側から顔色を伺う。Cry 光などありはしないの。 Cry 油彩の太陽がぐらつく。さず焼き尽くしてよ。狂ったより赤が進む。追いかけても追いかけても僕もまた歪んでるんだ。Oh, 泣いたよ
さず焼き尽くしてよ。ダラダラダラダ。これもファーストアルバムより赤が沈むでした。最後の男でね、はっきり言って喉詰まりましたってなりました。まあでもなんていうのか、こういう抽象的なというかね、うーん、畑くん本人しか本当に表現したいことっていうのはわからないみたいな詩っていうのはすごい当時多かった。あのオレンジ色の生物なんだったっけな、まあインディーズアルバムね、を聞いてた時とか、あの頃はもっと畑くん抽象的で、なんていうのか、もう本人しか自分の描いてるイメージっていうのを共有するだけでも一苦労みたいな曲がすごく多くって、なんていうのか、掘り出して聞かないとね、カシアスのオセロゲームとかね、掘り出して聞かないと意味すらも取れないみたいな曲がね結構あって、それはそれですごく斬新だったっていうのをね覚えてますね。まあこのまま行くとなんかあの曲あたり来るんじゃないのとかなってしまいそうなので、ちょっと変えて、ベイベー、当たり3割のない言葉でごまかしたの、なんで遠いの、君の心が、なんで遠いの、こんなに近くにいたのに、僕の言い訳と君のいらら違う、グスプルヘアの中Baby I Miss You。 これは何だったっけな、あの セカンドアルバムの、オーライトが出た近辺でなんかのカップリングだったのかな、君巡る僕かな、なんかそういう、虹が消えた日か、なんかのカップリングだったのを覚えてますね。これも曲もすごい懐かしいですね。なんか行きましょうかね、これ。何かわかるかな。
僕が暮らすこの街ではいたずらに時を捨て去り、やがりゆく明日にもただ気づかないふりをするだけ。悲しいニュースにも慣れてしまったのかもしれない。帰らないでこのまま君の胸で眠りたいよ。終わりのない迷いも大丈夫だよとそっと抱きしめてほしい。ここにいてよ僕にはもう君しかいないんだよ。変わらないその光で僕の闇を照らしてよ。新しい歌きっと生まれてくるから、セカンドアルバムオーライトから新しい歌でした。この曲は聞いた時、ああ狙いに来たなと、ああこれはもう口説き文句に等しいと、このアルバムの位置で、アルバムのこの下段の方で、でこんだけのバラードで、この泣きのあのコード進行、もうこれはああと思いましたね。でも実際落ちちゃうんですけどね。まあそういうことでね、なかなか、うん、懐かしい曲ですね。ちょっとこれも懐かしいかな。揺れてたあなたが吸ったタバコ、香りが甘く苦くさまよって、寝つけないまま僕は部屋の隅で下手くそなギターを弾いていた。もどかしいけれど、馬鹿らしいけれど、でも触れてみたいの。一度くらい柔らかいものに、わそらしどうしてだ、愛なんかの言いなりなんて、泣き合って飛んだりするんだ。ドルミだ世界を救うのはきっとだから、歌うんだそんなこと思ってた。ファソラシどうしてだ、愛なんかの言いなりなんて、泣き合って喜んだりするんだ。ドラミだこの僕を救うのはきっと今は歌うんだ、そんなこと思ってた。ソラシドレミと、うん、まあなんつうのか可愛いですよねこの曲。あの伝えたい言葉とかにもなんか感じるこの可愛らしさというか、畑くんの可愛らしさみたいなのが出てる
気はしますね。何やろうかな、あとは。ああ、ギターで弾き語りといえば、この曲をちょっと捨てることはできないかなという。もう空まで自分のものにしたくて、僕は子供みたいにその青を指さすけれど、それがあまりに夢のようなことだって僕もわかっているんだよね。いつも何もできないままに自ら摘み取った目の中に埋もれてきたけれど、もうこの僕を包む閉ざされた世界にさよなら言わなきゃいけないんだよ。だから空を僕のものに、走り出したこの吹き抜ける風、そこから僕の世界はほら変わり始める。最後着地の仕方がちょっとわからなくなってしまいました。まあ青という曲ですね。懐かしいです。これもなんていうのか、まあでも好みで言ったらもっとこの難解なねことを言い出す歌の方がね個人的には好きなんですけど、でもやっぱりアコギにすごく合うというかそういう曲ですよね。やっぱり自分としては畑くんの声っていうのは不思議な、なんていうのか、特徴があって、バックで鳴ってる音が少なければ少ないほど引き立つ声、なんていうのか、バンド形式よりはアコギっていう形の方がものすごく心に響く声の人だなっていうふうに思っていて、だから音数を減らせば減らすほど、余計な音を消してやれば消してやるほど彼の歌声の良さっていうのがにじみ出てくるっていう、そういうアーティストだなっていうふうに思ってますね。まあファーストアルバムセカンドアルバムというところをかなり中心的に歌ってきましたが、どうしよう。さて、ちょっと明るいところか。出会いとさよなら、風の中ではしゃぐ春の日には、パステルカラーも踊り出すよさ、物語が始まる。
いたずらに絡まる運命、僕らずっと探してたな、そして今二人で会えた、きっと偶然なんかじゃない、いつまでもめぐる僕、これあれですよね、いたずらなキスのアニメの、主題歌になったと聞いています。はい、聞いているだけです。どうしようかな。じゃあちょっとドキュメンタリーの方を少し触ってみてって感じかな。何気ない空、汗でく朝焼けの赤、始発のベルが目覚ましのようになり響く、句読点のない急かされる毎日の中、進行すんだ、そっとそっと新しい日差しが意味を変えるよ、きつい曲ですわ。今日もきっとという曲で、これいい曲です。でも僕好きですねこの曲。ただ気がねいかんせんなかなか合いませんので、カラオケ等で歌うときは一つ下げたりとかなんとかしちゃったりします。では今日これね長らく歌ってきましたが最後の曲とさせてください。メトロフィルなしなしなし、今のなし。これ難しい曲だった、最後の曲にしなきゃよかった。この間の雨で白い靴は汚れた、携帯の充電は消えそうで切れない、
そろ髪を切りに行かなきゃな。仕事はうまくこなしてると思う。子供どこからすぐ迷子になるよ。Oh, oh, 今だって迷ってばかりいるよ。電車は長い東京の地下をくぐり抜け、川沿いの景色が顔を見せる。前に燃える景色が現れるんだ。イヤホン。ありがとうございました。